ベルトランガショー、ベルトランジャンルイガショー、ベルトランジーンルイス5こト、1962年12月22日体は、フランス国籍の元会一ドライバー、実業家、1991年ルマン24時間レースの優勝者である。フランス国籍だが、ライセンスをベルギーで取得しているため、資料によっては、ベルギー人ドライバーとして紹介されていることもある。また、 メディアによっては、英語読みのバートランドが商表記もされている。レーサー引退後は、エナジードリンクを製造、販売する、飲料会社、ハイプエネルギーを買収し、オーナー兼 CEO を務めている。ルクセンブルク生まれ、父は、欧州共同体 EC、現 EU の高官。そのためか、ヘルメットには EC の旗がデザインされていた。15歳の頃に、 スカートからキャリアをスタート。1983年ウィンフィールド・レーシング・スクール1984年、ベルギーベンリョクスカイ・フォード1600シリーズ参戦、ブランズ・ハッチ・カイ・フォード・フェスティバル3位1985年、ラック・ TT ・イギリス・カイ、フォード・チャンピオン1986年イギリス・カイ、フォード2000チャンピオン・ヨーロッパ・カイ・フォード2000シリーズ2位1987年、 イギリス海産シリーズ288年、ヨーロッパ海産前シリーズ5位1984年から、ベネルクス FF1600 に参戦、3年連続でチャンピオンを獲得する。1987年には、イギリス海3、1988年には、国際海産前と着実にステップアップした。1989年に、オニクスから、海1に参戦する。 この年は、会一のレギュレーションが大幅改正され、史上最多の1レースあたり39人のエントリーがあり、新山チームドライバーには予備予選が厚い壁とな、いた。合唱もその例に漏れず最初の6戦は予備予選普通化であったが、地元の第7戦フランス GP で予備予選をトップ通過すると予選も11位に入り、会一デビューを飾る。 決勝は13位完走。これ以降前線予備予選を通過し、1レース以外は予選を通過するものの、決勝レースではなかなか結果を残せず、チームに対して不満を漏らしたことにより、オーナーのジャンピエール・バン・ロス・セムの激輪に触れ、第12戦イタリア GP をもって解雇された。その後、リアルに移籍したが2戦とも予選落ちに終わり、同時にチームも消滅した。 1990年は日本のスバル製水平対抗12気筒エンジンを搭載したイタリアの小規模チームコローニに移籍。このスバルエンジンは非常に重量が重い上に信頼性もなく開幕前テストからまともに走れることが稀であった。あまりの競争力の無差からシーズン途中で搭載エンジンをコスアース V8 エンジンに変更して 以後はかろうじて予備予選は通過できるようになんか、結局予選は一度も通過できず苦渋の年となった。翌1991年が、歌唱のレース人生にとって最高、そして最悪の年となる。会一新規参戦の上段からエントリーしたが、この年のマシンである191は参戦初年度とは、思えぬ、高性能を見せ、予備予選、予選は、愚か決勝でも、 たびたび構想を見せる。第5戦カナダ GP で5位に初入賞。この後もイギリス GP ドイツ GP で連続6位入賞。ハンガリー GP では自身唯一のファステストラップを記録する。さらに、松田から参戦したルマン24時間レースでも優勝を経験した後日。しかし、1990年12月10日に発生していた些細なトラブルにより、 歌唱のレース人生は安定する。冗談チームのスポンサー役員との会合のためロンドン市内のホテルに向かっていた際に、車の前に割り込んできたタクシーと接触し、運転手と口論になり、相手の顔面に対してとっさに車内にあった、痴漢撃退用催涙スプレーを噴霧した。先日のハンガリー GP 後に、サウスワーク刑事裁判所にてこの苦段の裁判が行われ、過剰防衛の罪で、 金庫18ヶ月、禁止薬物の所持で6ヶ月追加という実刑判決を受け、即時に刑務所に収監された。この護身用スプレーは、恋人の車のドアに備えてあったもので、購入地のフランスでは合法だったが、イギリスの法律では、クロロベンジリデンマロのトリルなど、いわゆる、催涙ガスの所持、使用が禁止されていた。この処罰の重さに対して、 歌唱に同情する声が上がり、習慣を受けイギリス国内やグランプリ開催中のスパ、フランコルシンパドックでも、ゴコットホワイと名打たれた釈放を嘆願する支援キャンペーンが、支援者によって展開され、チームメイトのアンドレアでチェザリスをはじめアラン・プロスト、ネルソン・ピケ、イヴァン・カペリ、同郷のティエリー・ブーツェーンや、エリック・バンデ・ポールなども揃いのメッセージ T シャツを着用し、デモに参加。 当事者であるタクシー運転手もデイリー・ミラー氏のインタビューに洋服代を弁償してくれればそれで良いのにこんな騒ぎになって彼が気の毒と同情的な回答を述べたが高訴審開始までの仮釈放申請が却下されたためにガショ唱はロンドン南部のブリクストン刑務所に収監され続けた高訴診を経て2ヶ月後にようやく釈放されるもののベルギー GP で ガショ商の代役として、ジョーダンに乗ったミハエル・シューマッハが、衝撃的な会一デビューを果たしたことから、ガショ商の存在は関係者から薄れてしまっていた。結局画商はジョーダンを解雇され、シートを失ったガショ商が出所後に、日本 GP を訪れた際、ベネトンに移籍していたシューマッハから、あたに起こったことを本当に気の毒に思います。できることがあったら、何でも言ってくださいと慰められたという。 1991年の最終戦オーストラリア GP では足を負傷したエリック・ベルナールの代役としてラルース・ローラから参戦した。1992年はラルース・ベンチュリーのレギュラーシートを獲得し新人編さん右京のチームメイトとなった。チームは破産から再出発したばかりでマシンに冗談ほどの戦闘力はなかったモナコ GP で チーム唯一の1ポイントを獲得した。また片山右京とはチーム1、新調査のあるコンビと言われていた。1993年は、海一参戦を計画するパシフィックに移籍したが、資金難により1994年からの参戦となった。この年はカートに、スポット参戦した。1994年から1995年まで、パシフィックで、 会一に2年間参戦したが、弱小チームゆえ目立った成績を残せず、1995年末にチームの撤退が決まると、合唱も会一でのキャリアを終えた。1991年のルーマン24時間レースには、ジョニー・ハーバーとフォルカー・バイドラーと組んで松田からエントリーし、日本車発、さらに、ロータリーエンジン唯一の優勝を飾った。 ルマンには1994年から1997年まで出場した。1994年と1995年はホンダの NSX をドライブした。1996年と1997年には全日本 GT 選手権に参戦し、トヨタスープラをドライブした。1997年はセルモに所属。1997年をもって、 レーサーを引退した。1997年に、ガショーは、前述するハイプエネルギーのフランスにおける販売代理権を獲得し、飲料ビジネスに参入。レーサー引退後は、本格的に同ビジネスを手掛けるようになり、2000年には、同社の経営権を取得し、CEO に就任した。2017年現在も、同社 CEO を務めている。 2016年からはかつて所属したジョーダンの後ろ身にあたるフォースインディアチームをスポンサー同しより、かイチパドックにも顔を見せている。また息子のルイスもレーシングドライバーとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。